い、どうも、ふなさんです。まずはね、こちらの、私のね、公式オンラインサロン、こちらの方ね、月額980円で、まあ、こちらの方登録できますので、ぜひともよろしくお願いします。前回の動画ですね、まあ、その京都学派と呼ばれるね、人たちと、で、本家のね、MMT を提唱する権威が、まあ、ごちょごちょっとなっているよというね、動画ね、まあ、まだ見てない方はね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、まあ、こちらはね、その、まあ、ケルトン教授が、まあ、来日するという、ね、前後から、まあ、くすぶったね、問題だったんですけれども、まあ、これね、まあ、コメントとかでね、それも和解済みじゃないのとか、ね、それを言っちゃうと、常念司が、得するぞとか、なんかね、いろいろね、コメントがあったんですけれども、まあこれね、まあ和解、ね、という状態にはなってません。その、まあケルトン側ね、まあ向こうのアメリカ側は、三橋、あとは、まあクライテリオン、令和ピボット政策、ね、この辺の活動には、金輪際参加しないということは曲げておらずですね。で、12月のね、21日の、その、まあ、イベントに招待してるんですが、まあ、それも拒否という状態なので、決してね、その、一緒にまたね、これから力を合わせていきましょうという状態ではありません。で、まあ、ビル・ミッチェル側もね、まあ、その、まあ、ビル・ミッチェルが、まあ、来日したのも、まあ、その問題があって以降なんですけれども、その中でもね、かなりの制約がありました、あれは。で、まあ本当に細かいところで言うとね、まあ通訳は、こっちのね、用意した通訳だとか、まあこういった活動には、まあ参加しないと、ね、いうような制約もあってですね。で、このね、話っていうのは、まあそのアメリカのね、まあ公的機関である、その MMN、ね、モダンマネーネットワークというね、ところから、まあ、発信されてる情報なんで、もこれは確かある情報です。そこでね、まあ、バーンと表明してるのが、バラマーク運動に関しては積極的に支援するというね、話も、出てますんで、まあ、向こう、アメリカサイドからすると、やはりね、その MMT というね、ところにおいての、その、まあ、日本の玄関はね、そのバラマーク運動、まあ、松田忠氏になっているというのは、まあ、変わってはいないと。いう状態です。まあ、なのでね、これね、僕はね、京都学派寄りですよ。完全に。だから、僕が、京都学派側を貶めようとか、全くないです。まあ、この情報って、どっちかっていうと、この先ね、絶対このイデオロギー問題なんで、絶対またぶつかってくる可能性が高いんですよ。で、その時に、まあ、知らなかったらね、まあ、もちろん、京都学派側を貶めるような、そういうネタで攻撃してくると思います。ね。やっぱりね、まあ、その、常念がまた言うてくるぞとかね。まあ、そういうのも含めてですよ。やっぱり、なんか、左翼がどうのこうのとか、わーって言うてくると思うんです。で、まあ、その、一番その、中立的な、建設的なね、解釈をしているその京都学派が、あたかも悪というね、まあ、映され方、まあ、そんなことは容易にできると思いますんで、だからこそ、今、そういうことを言っといた上で、あ、これって、あれがあったからこうなってるんだねっていうことを、まあ、ね、こう、整合性取れるように、ね、その予防接種みたいなもんですよ。はい。そういう意味で捉えてください。はい。で、まあ、そのね、まあ、アメリカの権威である、ね、その、まあ、ケルトン、ビル・ミッチェル、まあ、ランダル・レイ氏も入ってきますよね。という話をさせていただいたんですけれども、じゃあ、日本で、日本の中の勢力図というのはどうなってるんだという話なんですが、日本の、まあ、一番ね、MMT を進めた有名どころといってやはり京都学派になってくるんですよね。はい。まあ、広くね、認知させたという点において。で、まあ、その、まあ、YouTube や、もうそのブログの中の、
ね、情報発信の量、あとは各種媒体での取り扱いなんかも、やっぱりね、京都学派の方たち、ね、そのクライテリオンの中でもそうですし、ね、MMT の解説本をね、三橋氏もそうですし、ね、中野武氏も、出されています。ね、なので、その、ね、やっぱり、こう、有名というか、ね、MMT といえばというね、日本ではっていう話になってきます。まあ、あとは、その、まあ、松尾忠氏もね、まあ、そういう見られ方をしますよね。まあ、本来はちょっと違うんですけどね、という話です。ですが、その、SNS 内においてですね、その、MMT 四天王というのが存在します。で、まあ、その方たちは、まあ、ツイッターで、その、まあ、発信してるんですけれども、藤井聡氏、ね、三橋氏、まあ、こういったところが、MMT だ、MMT だっていう、もっと前から MMT は、MMT について、情報発信をしてたのは、この、MMT 四天王と言われる人たちなんですね。まあ、中野武氏のその、富国と強兵っていう本ね、まあ、ご覧になった方もね、いるかと思うんですけれども、そのね、本の中ではね、MMT というね、ワードが出てきます。まあ、その当時からね、その中野氏のその、富国と強兵に対して、異論を唱えていたり、などもあるぐらいだったので、まあ、歴史は深いと。はい、でまあそのね、四天王と呼ばれるんで、まあ、4人がですね、ニュン氏と、望月夜氏ね、あとはリッキー氏と KF 氏だったと思います。はい、でまあその中でもですね、この中のこの4人ね、もうみんながみんな一枚岩で同じ意見を言っているのかというと、そうでもないんですよ。はい。でも、じゃあ、だからと言って、京都学派と同じ意見を言ってる人でもないわけですね。まあ、このね、四天王。そのね、中枢というか、まあ、一応情報発信数が多いというかね、このニュン氏。ね。この方がね、まあ、言ってるように、土左翼なわけですよ。土左翼で。で、まあ、アメリカのね、まあ、アレクサンドラ・オカシオ・コルテス議員ね、女性のね、若い女性の。オカシオ・コルテス信者なわけですよ。で、その日本の京都学派が言っている、その MMT、MMT を、という概念の、をね、踏まえた上で、日本における、その、まあ、景気の拡大というのはもう財政政策でありっていう話があるじゃないですか。で、そこに JGP がくっついてくるみたいなね、話があるじゃないですか。まあ、この辺は政策論ですけど、ニュン氏の、意見では、そういうのじゃないと。そういうふうに使ってもらっちゃ困ると。ほんで、まあ、言ってるように、その MMT というのはその弱者を救済できる可能性のある概念だと。だからと言ってバン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 財政赤字を膨らましていいなんてことは一言も言ってないという立場の人。ですけれどもね、やっぱりその MMT 自体を研究してるというかね、まあ深くこう掘り下げてる方なんで、まあ言ってることはわかると。でも、まあ日本人なんでね。でも、そのもうね、人間的にもちょっとどうかと思うみたいな感じになってるということは、やっぱりね、イデオロギーが存在するんですよ。保守の考え方、ね、であり、そのね、移民受け入れ反対というね、レイシスト的なね、発言だと捉えられてしまう。ね、こういった部分が、やっぱりその人間として許せないというね、まあ見え方になってるみたいです。で、まあまあまあ、そことね、ちょっとね、ニュン氏と、その四天王の中でも全然違う意見っていうのが、まあこの望月夜氏。まあこの方が、いわゆるですね、まあその、どっちかっていうと、その金融政策的な部分においては全然いいんじゃないかと。で、まあ、どっちかっていうと、そのニューケインジアン的な、日本で言うと、
そうですね、そのもうまさにバラマーク運動の、ね、松尾忠氏のような、まあ、理論で、まあ、MMT を語ると。だからそのこの入試と望月氏もこうちょっとまあ相まみえない部分はあるんですけども、はい。でまあ要するにまあと言ってもね、あの京都学派側が MMT を語る上でやっぱり財政政策が絶対にくっついてきます。でこの財政政策によってですね、その MMT という概念を元に貨幣の創出を行ってですね、要するに信用創造による貨幣の創出を行ってですね、でこういったものをいろいろ駆使することによって何を達成したいかというと、国民の生活が豊かになる、それを達成したいんですよ。だからそこにはもうイデオロギーは存在しないんだよっていうのをね、ほんまで言うとですよね、 MMT というものがね、左派から出たものだとね、これイデオロギーバリバリで MMT を語るとするならばですよ、絶対にね、その MMT の全てを許容してるわけではないとかね、そういったことが絶対ついてくるんです。いわゆる MMT とかね、はい、ではなくて、もうそんなこと言ってる場合じゃないと、左派だろうが右派だろうが上だろうが下だろうがどうでもええとね、こういう概念がもう今当然の概念でありね、その理論に基づいて今国家運営しているならそれが正しいんだとね、それが左派だろうがそれ関係ないとね、そういう気概でやられてるんでね、その目的はやっぱりね、今の日本のもう本当にね、圧倒的多数の生活を豊かにするためにやられてる、おっしゃってることなんで、だからね、この MMT 視点のね、たとえね、昔からですね、まあ、全面的にね、MMT という概念を流布していたとしてもですよ。でも、この方たちというのは、まあ、多くの国民を救うためという気概で言っているんではないですね。はい。どっちかというと、学術的な観点から見て、まあ、こういう概念が一番正しいだという、正しいんだという、まあ、そういう気概でおっしゃってるんで、まあ、本当にね、まあ、今ね、この2本を見たときにですよ。ね、学術的なもの、その解釈はこうだ。ね、そのイデオロギーはこうであって、こうであってっていうのがあって、そっちが正しいのかどうかなんていうのは、たとえ正しいのかもしれない。でも、今一番それを必要としていて、でその必要な人たちに対して京都学派の進めてる今の活動であるということでね、まあ本当にね、海外の MMT で国内の MMT、まあ、この派閥がねあること自体がね、もう寒いんですよね。だってもう、だって僕らね、もう学者でもない一般の側からしたら、そんなんどうでもいいからもう生活良くしようやって、その一点じゃないですかね。えそんなところまではっきり言って気つこてられるぐらいの余裕ってあります？なんかねえ、じゃあそのイデオロギーがあるから、じゃあ僕らも従いますっていうわけにはいかないじゃないですか。もうそこまで来てるんじゃないですかね。ねえ、もうよくしてもらえるんならそれに越したことないですから。なのでね、まあ、ぜひともね、まあ、こういったね、このいろんな派閥がありますけれども、まあ、本当にね、いろんな声も出てくると思います、これから。どん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 。ですけれども、ね、いや、でも今一番必要とされてるし、で一番ね、筋の通った、まあ、正しいことを言ってるのはどこなんだろうというね、そういうね、曇りのない視点で見ていると、まあね、雑音なんかは、ね、言うに跳ねのけられると思いますので、まあ、こういったね、考え方があるよというお話を、今回させていただきました。ということで、本日の動画でね、ためになったなとか面白かったなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、私の、公式ツイッター、下の概要欄に、
っています。そちらの方からフォローの方もぜひともよろしくお願いします。ということで、本日はこの辺で失礼します。